こんにちは太郎です、えー、バッドボーイシリーズ単独のチャンネルを立ち上げてから、えー、初めてネタバレ注意をやってみたいなと思いまして、えー、マイクを取りましたと。で5月8日月曜日発売分の「きっぽ」の「 ネタバレというか考察というかまあ漫画読んだ人のみ聞いてくれればいいかなとでまあその画像を楽しむものではないのでまあちょいちょい差し込んではいきますけれどもん基本的に見るものではないのでえー、なんか作業をしながらお笑いとかでも滑らない話とかでも 作業用みたいなのあるじゃないですかあんな感じでまあかっこつけて言えばまあラジオみたいなそういう感じで聞いてもらえたらな雑談に付き合ってもらえたらなと思いますはいよろしくお願いしますで、えー、展開としては前回の展開としてはここからネタバレコミックス派の人は、まあ、気をつけてほしいんですけれども 前回、ま、小生が死んでて、で、その、旧時みたいに、ま、あの、天の声みたいのが、小生のものと思われ、天の声が聞こえて、それに導かれるように、ま、綾と秀葉がね、動き出したわけですけれども、感動的だったのは、ま、やっぱり鉄と厚淳が出てきてくれたことですよね。 蓮と周平の時も同じぐらい感動したんですけどまあ鉄はいつ出るのか鍋さんはいつ出るのかという感じで楽しみにしているんですよまあ先駆けてあまあ猫ヶ島編一郎と要が、えー、鬼ヶ島の近くの猫ヶ島に猫ヶ丘でしたっけ猫ヶ島でしたっけそこに行く時にまあその 岩さん立ち合いで行ったわけですけどそこに梅がいたとで梅が行ったことによってそのギッチョも出てきたじゃないですかでギッチョという梅さんが出てきたっていうことで、まあ、確実にその女神の鬼と、えー、爆撃ファミリアが、えー、交わるということで前動画出したことあるんですけど まあめちゃくちゃゃく楽しみですよね設定としてはギッチョ九が1969年生まれなんですよで鉄なんかがその2個上なんですよ設定としてはうんだから16歳の時の哲淳康介が樋口と一緒に出てきてるんですよねその時もね感動しましたけどそれ遡ると その女神の鬼の正清と、えー、花山が、えー、っとなんだっけ鬼祭りやった時あるじゃないですか鬼祭りやった時にその爆逆の酒っていうのが出てきたんですよえー、マリさんから「これあげるからおとなしくしなさい」と言われた時に、まあ、爆撃の酒を渡したんですよその時からもうつながってたんですよね 今考えれば皆さん気づいたと思いますけど俺気づかなかったんですよ、うん、同一世界を結びつけるものとは気づかなかったんですよ爆虐は全く違う世界だと思ってたんで、はい、もう嬉しいんですけどねでまあそこで話漫画の方に戻りますけどでそこから今回の今回が始まったと、えー、そんで秀葉が、まあ、パーミーのとこに行って で導かれるようにでパーミーをひっぱたいたんですよパーミーの彼女であるえーの娘のキサキの真ん前で <laughs> でもなんかキサキとえーはもう友達みたいになってるんで何してくれてんねんみたいな感じで怒ってはいなかったじゃないですか確かで それと、あと、旦ンと、鉄が、握手して、えー、あのー、協力しようぜ、みたいな感じになって、繋がりましたよ。両家族が。えー。<laughs> 本当は、まあ、もっと遡って、 まあ、勝将のお父さん勝恋が、まあ、向こうのファミリーの年長者じゃないですかあとはなんか僕的には團野、まあ、と鉄鉄は分かるんですけど團野じゃない気がするんですよね、まあ、でもまあ年齢的にそっちの方がいいのかな、うん、で周平も出てきて周平は もうあの連載当時の鉄の年齢を超えてるわけじゃないですかだからそう考えるとなんか感慨深いんですよね、えー、レンは全然変わってないけど周平はねすごい変わってたで周平は23巻吉報23巻のパーミーの,あの,その花神の団地ドンバーのとこに入った時の回想シーンで昔の周平出てきたんですよ その時と比べたらすごい変わりましたよ。なんか、今の鉄にそっくり。昔の鉄っていうより今の鉄に周平がそっくり。うん、まあ。で、あと、木先も <laughs>、あの、キリさんにすごい似てますよね。お母さんの。うん、まあ、当たり前なんですけどね、うん。で、最後のシーンですよ。最後のシーン。なんと、タツナミが、 瀬戸氏名港にいるわけですよ瀬戸,瀬戸氏名港といえば、えー、女神の鬼のもう島に送ら,れ送られる最後のとこですよ広島の端っこってことですよね要は鬼ヶ島鎖国島に行く時にそこに集合するところ 要は、佐久古島に向かってるってことでいいんじゃないかなと、思ったりします。だからそこで、立波が何をしに行くのか分かんないですよね。立波と立波の彼女さんみたいなのが。で、立波は、比内市賢の後輩ですから、そこでなんかあるんじゃないですか。あと、荒木と厚見は、 アラ兄弟でその立浪に勧誘されてビーストに入ったわけじゃないですかでまあその後まあ庄之助の方に、まあ、裏切る形で入るんですけどうんどうもう死んだとあでも荒木と厚みはそのビーストの集まりに居酒屋金ちゃんに 集まってないんで死んだかどうか知らないのかな。立浪はどっかに行ったっていうだけだからその被内師先輩の被内師と、えー、直属の後輩のえー、なんだ直属の後輩の荒、えー、木と厚みに会ってどうなっていくのかっていうのが楽しみですね。 あと同期で言えば内田と榊原。あとは、まあ小野寺でしょ。小野寺も、あのー、初代から三代目ビーストの回想シーンで小野寺も出てきて、で、小野寺は多分同級なんですよ。あのー、立浪と翔之助と雨宮。うん。で、当初、ほら、 小之助がどうしようもねえから、俺が払うから、俺が稼いで払う、稼いで、稼いでは金を送るからさ、さっこく島にあの送ってくれと。いう形で、松尾さんに、お好みややこやこに連れてったっていう経緯もいろいろありますし、だから、松尾栄一も生きてるじゃないですか。感動の暇ごとの再会もあったし、 うん、だこれから『女神の鬼』編が始まるのか『もう女神の鬼』編と爆撃編 <laughs> あのごっちゃになって始まるのかな、うん、まあどっちでもいいんですけどね2週間がね楽しみすぎて2週間がね待ち遠しいんですよねでもまあ田中先生、まあ、丁寧に丁寧にも仕事をしてるんで だからこそあの画力の進歩僕が先輩に女神の鬼見せた時にこの人絵うまいねって言ってたんですよ自分のことのように嬉しかったんですねまあ下手でしたからね下手っつうか10代の高校中退か出たばっかりぐらいの時から始めてるじゃないですか下手中の下手じゃないですかそんなの一番だからその えーと人と比べてじゃなくて自分の中で一番下手な時期じゃないですかスタート時点って、まあ、若干その連載を長くやってると何十年もやってるじゃないですか長くやってると絵が変わってきたりするんですよ上手いとか下手とかの前にこっち亀もそうじゃないですか亮さんと最初全然違うじゃないですかなどの先生でもどの漫画家でもそうだとは思うんですけどね だから、2週間に1回でも多分忙しい、うん。自分の時間も取ってもらいたいし、何より健康に気をつかないと僕続き、僕ら続き読めないわけですから。しない、小説にするとかそういう問題じゃなくて、やっぱり、田中先生の頭の中にあるものを、田中先生の絵で描いてこそ。だから、その、切符が終わるまで、あと、ワンピースが終わるまで。 は、ちょっと死にたくないなっていう、最後まで見届けたいなっていうのがあるんで、健康には十分気遣っていただいて、気使ったとしてもなるものになっちゃうんでしょうがないんですけども、はい、来週は5月来週じゃ次回は2週間後だから、10、ん ?20?14 日だから、14日プラス8だから、22? 5月22日発売のヤングキングどうなるのか女神の鬼が始まるのかそれとも花紙編なのか楽しみですねご意見ご感想お待ちしております